おさんもへいは、天那三年に、京都で発生した、貫通事件を題材にした一連の文芸作品の、通称、総称。伊原西閣の、公職五人女で取り上げられた、際の人物名から、おさんの絵文とも言う。元となった事件は、大教授の妻の、おさんが、手代の、もへいと密通し、その手引きをした女中の、お玉ともども逃亡したが、 捕らえられて三人ともに処刑されたというものである。当時貫通は死罪とされたが、主人の妻との貫通は特に重罪とみなされうるものであり、おさんと毛兵には貼り付けという重い処刑方法が取られた。格式のある家に起こった不名誉な出来事といえる、この事件は当時大きな話題となった。一連の作品の元になった三通事件について、 その後まもなくあったと見られる大教授家の断絶までも含めて、諏訪春は大教授事件と呼んでいる。明治期に春津多生という人物が紹介した京都書次第の判決を抜き出して長内が書き留めた記録からは以下のような事実関係がわかる。この記録は3人が捕獲されてからの措置や3人の周辺の処分を関心の中心として書き留めたもので、 おさんともへいの密通の経緯については記されていない。また、この資料には、淡田口の形状の向かいに、おさん、もへいを弔うために、石塔場が建てられ、伏見の宝刀寺に墓があると、付記されている。なお、この事件が原因で大教寺家が断絶したという説があるが、妻と使用人との密通で主人が罰せられる判例は、他になく疑わしい。 陰教寺菊沢家の記録、歴道一式によれば、事件当時の大教授である、浜岡権之助家は、状況歴への改歴に際して、陰教寺菊沢家との間に紛争を生じさせており、独占発行権を得られるよう密かに、江戸町奉行に運動した。このことが、京都書次第稲葉丹後上に咎められ、他にも、不行席があることと合わせて、 状況元年12月前後と思われる時期に、解役された。おさん、もの事件も、不行績の一つとされた可能性はあるが、解役の直接の原因とはされていない。この事件を扱った作品としては、伊原西閣、公職五人女のマキさんと、近松門左衛門の常連大教授、昔みが著名である。 両者では共に、お産が女中と寝床を交換していたところから、暗闇の中で着せずして、貫通の罪を犯してしまう。その後の物語の描き方には、才があり、しばしば文学的な比較検討の対象とされる。近代以降では、映画、近松物語が知られ、才覚と近松を下敷きとしながら、独自の改変を加えている。奥村俊信が、 三の大中大教寺お三事件後間もない時期に原型が作られたと思われる。歌材門によれば、夫が江戸に下って、不在中、お玉を返して渡された。母平の恋文を読んだお三はその情にほだされ、お玉に手引きをさせて、人よの思いを遂げさせる。母平は罪に恐れおののいたが、お三は、 模イの弱気を退けてその後も関係を続け、ついには三人もろともたんばへ蓄転することになったと、いう。上京三年二月に刊行された、最核の、公職五人女の牧さん、集団に見る、暦や物語では、おさんは、実名通りであるが、三つ相手は、萌えもん、女中は、おりんの名で登場する。夫が江戸に下って、不在中、おさんの親は、 身持ちの硬さを見込んで萌え物を派遣するが、萌え物を慕った、おりんの恋に巻き込まれる形で、おさんと萌え物は、不測の事態から関係を持ってしまう。一度貫通を犯した二人は、関係を重ね、琵琶湖で真珠を偽装することまでして、逃避行を続けるが、結局は捕らえられて処刑される。逃亡先での国慶譚を含むなど物語は長く、登場人物も多いものの、 貫通に関する部分の登場人物は少なく、お産、萌えもんの関係をお産の愛欲、常年を中心に描いている。元六年間前半と推定される時期には、大阪で、大教授という歌舞伎狂言が演じられている。元六十一年には、京都の万太有座の役者兼作者である、金子吉左衛門が、近松門左衛門と合作で、 おさんしげる兵への脚本を制作している。この作品は伝わっていないが、金子の日記によれば主導権は金子が握っていたようで、近松が自らの構想を十分に活かせるものではなかったと推測される。聖徳五年春、大阪の竹本座で、近松の大教授、昔小読みが人形浄瑠璃として初演された。おさんも兵の十三回忌に合わせたもので、 近松の三貫通物の一つとされる。近松の大教授昔暦では、周囲に多数の登場人物を配して複雑な事情や人間関係、家の対面などの当時の社会的な考え方を描いた上で、図らず生じた貫通がもたらす悲劇を描いている。この作品では、おさんともへいの間に恋愛感情はなく、真の不義ではないというのが特徴である。 結末では、岐阜屋の菩提樹である黒谷の和尚が登場し、老舎に惹かれる二人を、衣の徳によって、助け、諸人の歓声によって、幕を下ろすが、僧侶による救済は、追善局ではよく用いられるプロットである。助けるの意味については、文字通りの除名に成功したという解釈と、軽視後の極楽王生による救済という解釈がある。なお、 実説では、おさん、もへいと共に処刑されている女中の、お玉であるが、公職五人女の、おりんは、おさんともえもんの出会いをもたらす役割を果たすのみで、物語から退場するのに対し、大教授昔暦の、お玉は重要な役割を担う役どころで、唯一の肉親であるおじである、公爵士の赤松梅竜によって、手にかけられる。主人の窮地を救うためには使えるものが、 犠牲になるべきで、また身内であっても、犠牲を払うことを厭わないという、高段的な構図であるが、それがかえって、お産、模兵の潔白を証明する機会を失わせるという、もう一つの悲劇になっている。大教寺、昔暦は、同年には、歌舞伎としても上演された。大教寺、昔暦には、いくつかの改作があるが、その中では1740年に、初代、 並木昭蔵が手掛けた恋八景柱子読みが著名で、江戸時代にはもっぱら恋八景柱子読みが上演された。近代以降も様々な解釈で新たな脚本や映画、文学作品が生み出された。1954年には溝口健治監督、与田義方脚本で映画、近松物語が制作された。川口松太郎が、 大教授昔暦をもとに擬曲化したものをもとに、さらに脚本が執筆されたものである。映画、近松物語は、近松の大教授、昔暦と西閣のお三萌え門を合わせたもので、前半は近松、後半は西閣の筋に寄せている。5階から、不義密通のお名を着せられたお三ともは逃亡し、ひとたびは、琵和湖で、心中を図るものの、 愛を知った二人はさらに逃避行を続けることを選び、ついには捉えられて晴れやかな表情で形状に惹かれて行くことになる。1985年には、お産の恋としてテレビドラマ化。2020年にはこれを舞台化した、恋、もゆる。が、明治座で上演された。歌謡では、島津彩が歌う、お産が2000年にリリースされている。 宝刀寺には、お産、もへいの墓が現存する。悲面に、胸ありとあるのが、もへい、妙生とあるのがお産と伝えられる。このほか宝、迎え寺にも、お産、もへいの墓が伝わる。淡田口に建てられたという石頭場は、若光寺に移された。若光寺は大教寺の職を継いだ荒野匠家の、菩提寺で、道家歴代の墓に並べられている。 人口に会社したことから、地域によっては別の物語を生み出したケースもある。大阪府茨城市では、おさんと、茂へが、国見峠で侵入したという話になっており、後に供養刀剣道しるべ、おさん、もへい,い道中碑が建てられ、ニュータウン開発に伴って、山手大中央公園に移設された。兵庫県丹波市の柏に伝わる説話では、 おさんともへいはもともと表情群の旧家の出身で、いいなづけであったといい、油漁の殿様がまたがししたために、行方不明になった神奈川家の宝刀の探索のために、共に、京都の、京市屋二方向に出る。おさんは京市屋の主人に見込まれてその嫁になるものの、おさんともへいは相手を忘れられずに、不義の中になり、丹波に逃れてくる。しかし、沖田の森に隠れている際に、 おさんが咳をしたために追っ手に囚われたという。柏原町沖田には、おさんともへいが潜伏していたという、おさんの森があり、人々が冥福を祈って建てた祠は、咳の病気に効くとして、信仰を集めるようになった。おさんの森には、川口松太郎が、おさんもへいを忍ぶと記した石踏みがある。落語では、おさんもへいと題する作品が2種類知られている。一つは、 江戸の御福ドニアの手代で、片仏のモヘが出張に赴く、途中の和牛塾で、土地のならず者、金五郎の女房おさんに連母し、後に二人が蓄典をするなれ染めを語るというもので、別の不義密通の話を、三遊亭窓川さが解釈した際に、お産、モヘイの名を借りたもの。もう一つは、 情報落語の炎症端で、長屋に暮らす教授屋の女房さんと、隣人模型が貫通する。ありがとうございます。